正直僕はまだまだそのプロツアーで優勝するプレイヤーではないとは思っていました。で、まあ、勝った後、まあ、やっぱその周りがある程度認めてくれたといいますか、まあまあ、一マジックプレイヤーとして扱ってくれるようになったので、まあ、非常にその練習環境とか、まあ、そういう人のつながりが良くなりましたね。そうですね、世界選手権に勝つということは、まあ、僕にとっても夢であり、まあ僕の、まあ、妻にとってもまあ夢であるので、まあ、絶対その全力で挑みたいと思っています。